激戦区静岡を2年連続で制覇した静岡学園。特別シードとして準々決勝から登場した静学は初戦 PK 戦までもつれ込む大苦戦。しかし高いテクニックとイマジネーションあふれるプレーを見せるラテン軍団は続く準決勝決勝で本領を発揮、見事連覇を果たしました。藤枝東、清水東、清水商業など名門がずらりと並ぶ静岡県で静学は今年9年連続で決勝進出する偉業を達成。その原動力は恵まれた環境にあるのです。就任30周年を迎える名将井田監督の個人技重視の指導に加え、一昨年夏に完成した日本初のフルコートの人工芝グラウンド、その素晴らしさは J リーグでも取り入れたチームがあるほど。最高の環境でプレーさせたいと願う監督の思いから取り入れられたこの芝で静学のテクニックは培われています。やっぱりイレギュラーとか少ないんで、そういった面で一番テクニックとか使いやすいですよね。そしてこの春中等部にもサッカー部を設立、井田監督自ら指導にあたり中高一貫で静学スタイルを伝授します。最高の環境に着々と育つ新しい遺伝子、静学サッカーは今まさに黄金時代を迎えようとしています。